ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。戦国武将とお酒の関係は切っても切り離せない。日頃のストレスを発散したり、あるいは仲間と和気あいあいと飲んでみたり。また、酒宴は部下とのコミュニケーションを図る方法の一つだった。現代でも飲みニケーションという言葉もあるものね。目上の人間から杯を賜るのが名誉とされた時代だから、武将はみんな酒が好きだと言っても過言ではない。今回は、特にお酒が大好きだったという酒豪武将を逸話と共に紹介していくぜ。誰かな？それでは今日もゆっくりしていってねー。土佐の囲碁僧はみんなお酒が大好き、そんなイメージもあるだろう。土佐ははるか昔から酒造りが盛んで、まさに酒の国と言っても差し支えないほどだ。紀貫之が書いた土佐日記の中にも酒を酌み交わす宴会シーンがたくさん出てくる。それくらいお酒は身近な存在なの。戦国時代に名を馳せた長宗我部元親もまたそんな酒豪の一人だ。長宗我部元親は1539年、長宗我部国親の嫡子として、土佐の国を工場で生まれる。土佐守護、細川晴元の返記を受け、元親と名乗る。生粋の土佐育ちね。1560年5月、父国親が土佐郡朝倉城主の元山氏を攻めた長浜の戦いにおいて実弟の親定と共に初陣。数え年23歳という遅い初陣だったが、元親は長浜表において元山勢を襲撃した長宗我部勢に加わり、自ら槍を持って突撃するという勇猛さを見せたと言われる。すごいわ。この一戦で元親の武名は高まり、長浜戦に続く牛尾城の戦いでも戦果を上げた。また、カツオが大量だった時には藁焼きにして食べたり、出陣の際にカツオを食して武運長久を祈ったというから、それを魚に浴びるほど飲んでいたんだろう。そう、カツオのたたきは元親に由来するものだった。そうなの？カツオのたたきの発祥については、長宗我部元親が四国平定の年、秋の浜でカツオの大量に行き当たり、茅ヶ谷で焼いて食べたことに始まるとか、反省時代に旗でカツオの大量があり、藁を半焼きにしたのが最初だとか、あるいは明治維新に西洋人が来航した折、肉の代用にカツオを半焼きにし、ステーキ代わりにしたのが最初だとか、いろいろな説がある。まさかカツオのたたきが歴史に関係していたなんて。さて、根っからの酒好きだった元親だが、その晩年、長宗我部元親百花錠という文国法を出した。長宗我部元親百花錠？その中に、禁酒令という項目があり、家臣だけでなく領民に対しても飲酒を禁じようとした。禁酒令は、アルコール飲料を取り締まる奢侈禁止令。通常は、アルコール飲料の製造、輸送、輸入、輸出、販売が制限、禁止される。お酒好きが多い土佐の地でそんなことできるの？もちろん酒が禁じられた土佐の人々は大ブーイングで、ストレスの吐け口がなくなったことで、国内は殺伐とした雰囲気になった。息抜きするものがなくなったのね。ちなみに禁酒令自体はこれが初めてではなく、646年に日本で最初の禁酒令が発令され、その後何度も禁酒令の発令や酒造の制限が行われた。たびたび起こってたの。禁酒令ではないが、鎌倉幕府で1252年に酒の販売を禁止する五種の禁が出された。括弧で所有が認められた酒壺は自家用の一つだけとされ、残りはすべて打ち壊された。そんな時代もあったなんて。禁酒令が出されてしばらく経った頃、重臣の福留隼人が道を歩いていると、妙な光景に出くわす。なんと人足が酒樽を抱え、どこかへ運ぼうとしていた。酒樽を？隼人はすぐさま呼び止めた。おい、今は禁酒令が出ている。その酒樽をどこへ持っていくつもりだ？人足たちは罰が悪そうな顔で申し訳なさそうに、へえ、大殿からのご指示で、これから城へ運ぶところでございます。と答えた。城へ？ここで隼人はピンときた。はは？大殿は人々に酒を禁じておきながら、ご自分だけ飲むつもりだな。堅物で頑固者として知られた隼人は人足に対し、酒樽をそこへ置け、と命じる。どうするの？すると大槌を引っ張り出して粉みじんに打ち砕いてしまった。これでよし、にやりと笑った隼人は大急ぎで城へ向かい、元親に、火急の用がある、と面会を求めた。すごいわね。どうした隼人、そんなに血相を変えて。と怪言そうに尋ねる元親に、隼人は強い口調で口を開いた。大殿、先ほど酒樽を抱えた不埒者がおりましたので、置き手書きに従って酒を処分してまいりました。元親は驚き慌て、そうか、置き手を守ることが大事だからの。というのが精一杯。内心を慌てよ。すると隼人はさらに言葉を重ねた。その者が申すには、酒を運ぶよう指示したのは大殿だというではありませんか。これは一体どういうことでございましょうか？バレちゃったわね。企みがバレたことを知った元親はしぶしぶ、隼人すまぬ。どうしても酒が飲みたかったのだ。許せ、というのがやっとだった。そんなのずるい。隼人は穏やかな口調で元親を諭す。土佐人は昔から酒豪が多く、失敗や争いもたびたび起こっております。大殿は人々をいさめたいとお考えだったから触れを出されたのでしょう。しかし禁止するだけでは人々の不満もたまりましょう。ここは酒を控えることに止めてはいかがでしょうか？いい案だわ。そう言われると確かにそうだ。
と元親も納得した。そして禁酒令を撤回し、なるべく酒を控えよ、という内容で掟書きを出した。初めからこれでよかったのにね。欧州の独眼竜こと伊達政宗も酒好きとして知られている。伊達政宗は、1567年出羽の国米沢城で、伊達氏第16代当主、伊達輝宗と、正室である最上義盛の娘、義姫の嫡男として生まれた。なるほど、1577年、元服して伊達藤次郎政宗と名付けられる。意味なの、政宗は父、輝宗が伊達家中興の祖と言われる室町時代の第9代当主、大膳の大部政宗に、あやかって名付けたもので、この大膳の大部政宗と区別するため藤次郎政宗と呼ぶことも多い。知らなかった。1581年、隣接する戦国大名、相馬氏との合戦で伊部軍に出陣、初陣を飾る。また、この頃から輝宗の代理として田村氏や芦名氏との外交を担当しており、芦名森高が大相馬氏戦で援軍を送ったのは政宗の働きかけによるもの。そうだったの。政宗は酒を大変好んでおり、柳生宗則に紹介された職人を招き仙台城に酒の醸造所を建てるなどしたが、本人は酒が強くなかったらしく、二代将軍秀忠との面会の約束を二日酔いが原因で保護にしたり、将軍徳川家光の御前で酩酊し眠りこけたなど、酒にまつわる失敗談が多い。酒席での失敗が多く、たびたび他人に迷惑をかけている節がある。どんな失敗？普通は年を取るほど酒量も減り、飲み方もおとなしくなるものだが、政宗は老齢になるほど大酒飲みになった。そんなある日のこと、朝から酒を煽っていた政宗は、小姓頭を務めていた有坂善兵衛の言い訳に激怒し、脇差しの鞘で頭を殴ってしまった。殴ったの？さらに、態度が不埒だ、として蟄居を命じた。蟄居？蟄居は、日本の中世から近世に武士または公家に対して課せられた刑罰の一つで、閉門の上、自宅の一室に謹慎させるもの。謹慎のことなの？幕府や領主などから命じられて行う場合と、命じられる前に自発的に自宅で謹慎する場合もあった。時代には蟄居、蟄居隠居、英蟄居などに分けられていた。また、原法などが付加される場合もあった。いろんな違いがあるのね。ところが酔いから覚めると、政宗は自分が行った仕打ちを大いに反省した。しまった、酔っているとはいえ、申し訳ないことをした。そこで別の故障に手紙を託し、全米を気遣う。悪酔いするタイプね。今回のことは自分が悪い。酒を飲むとつい我を忘れてしまうようだ。頭の傷が治ったら、また自分に仕えてほしい。と、この書状は、青木家史料の中に所蔵されているから、本当の話だろう。現代にしっかり残っているのね。政宗の酒にまつわる話はまだ続く。1634年のこと、将軍徳川家光と共に上洛した政宗は、懇意にしていた公家の近衛信弘と農見物に出かけた。そこでも、こうした場で酒が出るのは通例だったが、政宗に酒が絡むとろくなことはない。案の定、したたかに酔った政宗は隣にいた信弘の烏帽子をいじくり回しつつ、公家ほどぬるいものはなかろう、とからかった。怒られなかったの？これには信弘も苦笑するしかなかった。仮にも信弘は御用勢天皇の王子だから、その傲岸不遜な態度は許されるものではない。とはいえ、かねてから懇意にしていたこともあり、この件は不問とされた。命拾いしたわね。将軍が上洛中というデリケートな時期、しかも家光のお気に入りでもある政宗とことを構えるのは、得策ではないという理性的な理由だったんだろう。それともただ単に、日頃の付き合いからして、政宗殿はあのお年だし、お酒が入ると、いつもあれだから仕方ない、と許したのか。もう信弘にしかわからないわ。将軍家光のお気に入りだった政宗は、江戸城中での酒宴にたびたび同席していた。ある夜の酒宴でも政宗は通院し、呂律が回らなくなるほど泥酔した。すると、さっきまで座っていたのに姿が見えない。どうしたのかしら？脇差しは置いたままなので、城中にまだいるはず、と家臣たちは探し回った。しばらくして、大手門の門番から、政宗公が城を出られた、という報告が届く。勝手に帰ったの？無断で帰られたのか、と一同は驚いた。将軍に黙って帰るなど前代未聞のこと。これは大問題になってもおかしくない。そりゃそうよ。すると家光は何を思ったのか、政宗が残していった脇差しを抜き放ち、これを見よ、と一同に見せた。これは竹光。そう、政宗は敵意がないことを示すために、わざと竹光の脇差しを置いて帰ったんだ。家光は笑いながら、これは許すしかあるまい、と言ったのだとか。絶対、世渡り上手ね。家光と政宗はそんなに仲良しだったの？二人の仲は、ただの将軍と諸大名という間柄ではない。周囲に際立つほどの信頼関係が成り立っていた。だがそれは、一方通行の思いではなかなか実現できない。特に、家光側の意向が大いに働いたからだと言われている。どうしてそんなに気に入っているのかしら？
この思いの原点は、二代将軍秀忠の死去へと遡る。参上した諸大名らの前で、家光は自分に変わりたければ、と挑発。そんな緊迫した中で、政宗はずいと前に進み出て家光に対して、堂々とこう言った。何？万一維新を挟むものがあるならば、自分に仰せつけていただきたい。自分は早速兵を率いてその不定の者を征伐する。家光に臣従する意思を真っ先に表明したことが、さらなる信頼関係につながったのかもしれない。確かにこれは信頼できると思うわ。関ヶ原の盾役者として東軍の勝利に貢献した小早川秀明だが、まだ18歳の若さだというのに、アルコール依存症だったとされている。18歳で？その背景には、秀明が背負った運命と過酷なプレッシャーがあった。その不幸はまず、天下人豊臣秀吉を叔父に持ったことだ。わずか3歳で秀吉の養子となり、豊臣政権を担う若きエリートとして期待された。まだ3歳なのに。また、周囲からチヤホヤされたこともあり、すでに7歳になると酒の味を覚えた。ところが秀吉に実子お広が生まれたことで、秀明の人生は大きく様変わりしていく。7歳なんて、今じゃ考えられないわ。秀吉の養子を外されて小早川隆景の養子となり37万石を継ぐが、それは決して栄転ということではない。毛利元就以来、毛利の養家は、として武勲を挙げてきた家だけに、秀明にかかるプレッシャーはかなりのものだ。確かにそうね。猿目の老いが栄誉ある小早川家を継ぐだと、まっぴらごめんこう無理たいものじゃ。家臣たちは陰で囁き合い、若い秀明を貶めた。ひどいわ。また、秀明自身もそんな目を感じていた。当主らしく振る舞わねば、と思う一方で、何としても武功を挙げて馬鹿にする者たちを見返したい、という気概もあった。疲れるわね。こうしたストレスを発散するため、酒の量はどんどん増えていく。ところが若さゆえに空回りしてしまう。朝鮮の役で失態を重ねたことで秀吉の信頼を失い、15万石に減俸されたことで離れていく家臣たちも相次いだ。みんな白状だわ。やはり我が殿はアホであったか。皆が口々にそう言っている気がして、秀明は脅迫観念に囚われてしまう。逃げ道を求める彼が頼ったものは、やはり酒だった。よりどころがそれしかなかったのね。夜ばかりか朝から飲酒することも珍しくなく、秀明の体は着実に蝕まれていった。天下分け目の関ヶ原の戦いは、秀明にとって千載一遇のチャンスだった。武功をあげれば認めてくれるはず、と信じ、だからこそ西軍を裏切ってまで家康に味方した。そこまでしたの。だが、蓋を開けてみれば裏切り者のレッテルを貼られ勝者からも敗者からも白い目で見られた。55万石の大名になったとはいえ、きっと後世にまで汚名は残り続けるだろう。秀明はますますストレスを溜め込むようになり、鬱屈とした生活を送るようになる。そしてまた酒に逃げるしかなくなるのね。まさにその通りで、そんな憂いを晴らしてくれるものはやっぱり酒しかなかった。しばらくすると、秀明の体を異変が襲う。黄疸が激しくなり、腹部が腫れて異常に喉が渇き、食欲はなくなっていくばかり。どうしたのかしら？秀明はすでに重篤な肝臓疾患を患っており、とうとう肝硬変を招いてしまった。長年にわたって大量にアルコールを摂取した結果、彼の内臓はボロボロになっていた。そして21歳という若さで亡くなった。酒にばかり逃げて、と言いたいけどこの環境でそこにしか逃げ場がなかったことは、とてもかわいそうに思うわ。主豪だった戦国武将と聞いて、福島正則を思い出す人も多い。1561年、尾張の国海東郡二つ寺村で桶屋を営む福島正信の長男として生まれた。しかし、父、正信は義父であったとも言われている。そうなの？後者の場合、実父と目されているのは、同国春日井郡の清洲村界隈の桶大工及び、星野成政だ。母は、秀吉の母の妹にあたる人物。少年に成長すると、母を通じた縁で秀吉の故障になる。秀吉と親戚なのね。正則は、酒にまつわるエピソードにこと書かないし、何より酒癖の悪さでは一、二を争うほどの酒乱ぶり。例えば、瞑想、日本語を飲み取られた話や、酒によって家臣に自害を命じた逸話などは有名だ。酔っ払って自害を？そう、泥酔して家臣に切腹を命じ、翌朝になって間違いに気づいたがもはや取り返しがつかず、その家臣の首に泣いて詫びたという話だ。それはお酒での失敗の域を超えてるわ。正則にしては珍しい、ほっこりした話もいくつか紹介していこう。正則には飲み友達というべき存在が何人かいた。いろんな交流があったのね。その一人が堀尾忠氏に仕える松田左近というもので、たまに会えば酒を酌み交わし、楽しく語らっていた。ある時、秀吉の元を訪ねた忠氏が伏見城から出てくるとそこに正則が待ち構えていた。すると忠氏に、今日は松田左近殿とご一緒ではないのですか？と問いかけた。基本はいつも一緒にいるものね。実は、大阪まで一緒だったのですが、急な病で伏せっております。そう忠氏が答えると正則は驚き、友も連れずに左近の宿所へ馬を飛ばした。
友達思いだわ。わざわざ駆けつけてくれた正則の優しさに、かたじけのうございます、と左近は涙を浮かべた。それで、体の具合はどうなのじゃと正則が聞くと左近は罰が悪そうにこう言った。実は、病ではございませぬ。大阪へ来るまでに足をくじきまして。病気じゃなかったのね。すると正則は安心したようで、では、ただの怪我か大事はないのだな、とほっとした表情を浮かべた。さらに、せっかく来たのだ。酒でも飲むかと勧めた。さすが酒豪、左近も嬉しくなり、家人に銭を渡してたくさんの酒を買ってこさせた。しかし、酒を飲むにしても、お主の傷に響かねばいいが、と心配する正則に対し、いいえ、大事ございませぬ。せっかくの申し出を断るわけには参りません。と左近は気丈に振る舞った。本当に大丈夫なの？そこで正則は、それなら二人で一杯ずつ酒を飲もうではないか。わしも喜んで来そうになろう、と言い、たった一杯の酒で語り明かした。酒豪とはいえ、そんな質素な飲み方もできたわけだ。素敵な関係性ね。さて、もう一つの話だが、江戸時代になって世が収まった頃のこと、広島から出港した船が江戸へ向かう途中、悪天候で八丈島へ流されてきた。船にいる福島の家臣たちが島を見やると、老人がこちらに向かって手を振っているではないか。誰？なんだろう？と思って岸につけると、その老人が駆け寄ってきて言った。わしは浮田と申す者。この島に流されて随分経つがふと海を見ると、ビンゴ三原の酒を献上、と書いた旗が、上がっているではないか。そこで思わず手を振ってしまったのだ。友達とかじゃなかったの。この老人を見て家臣たちも哀れに思い、これは我が殿が将軍家献上する酒でございますが、少しでよければ、あなた様に差し上げましょう。と言った、秀家は喜び、髪には顔したためて正則にかこつけてもらうよう頼んだそうだ。素敵ね。やがて家臣から顛末を聞き、若を見た正則は涙ぐみ、ようやってくれた。お主たちが浮田殿へ、酒を差し上げたこと、わしからも礼を言わせてもらう。と頭を下げたという、関ヶ原では敵同士でありながら、ずっと流されたままだった秀家のことを気にかけていたんだろう。やっぱり思いやりって大切。酒をこよなく愛した武将といえば、上杉謙信を置いて他にはいない。和歌や書道、文芸にも通じた風流人で知られた謙信だから、お酒を飲む姿もきっと様になったはず。似合いそうだわ。謙信は1530年、越後守護代、長尾為景の四男として春日山城に生まれる。母は同じく越後須吉城主、長尾房景の娘、虎御前。そうなの？ところで謙信がどれだけ酒を飲んでいたのか、それを表す遺物がある。山形県米沢市の上杉神社に所蔵されている馬上杯が、それで酒が3合ほども入る巨大な杯だ。ゆったり馬に乗りながら杯を傾けていたんだろう。馬に乗りながら？近年の研究で遺品の甲冑の大きさなどから謙信の身長は156センチ程度だったことが分かった。この当時男性の平均身長が159センチだったことから屈強な武将たちと比較したとき、どちらかというと小柄な部類に入ることになる。そうかもね。音に聞こえし大峰の五鬼、葛城高間の大天狗宮などの記述から謙信が天狗扱いされていることがわかるが、もしかするとこれはその体格のためでなく、酒の飲みっぷりと酔った顔色からそう呼ばれるようになったのかもしれない。確かに、また普段の生活だけでなく戦場にあっても酒は絶やさなかった。敵陣を見やりながら酒を飲みつつ作戦を立てたり、越中一向一揆と対陣した時などは1ヶ月もの間飲みっぱなしだった。戦中もってすごいわね。さらに、謙信ならではの酒外交も特徴的だ。同盟相手にはお気に入りの酒を送って友好を示し、よそから使者を迎えた時などは、まず酒でもてなした。将軍足利義輝の要請で上洛した時などは、夜を徹して義輝と飲み続け、天下の行く末について語り合った。お酒での接待は現代でも当たり前にされてるし、関係を深める意味では重要なことかもしれないわ。まさに謙信にとって、酒こそ人生の全てだったのかもしれない。ちなみに49歳で亡くなった謙信の死因は脳卒中というのが通説だったが、最近では見直されつつある。やっぱりお酒絡み？後継者となった上杉景勝の書状によると、不慮の虫気とあり、決して卒中とは書かれていない。当時から虫気は腹痛を表していて、急性腹痛によって謙信が亡くなったと見るべきだ。なるほど。過度な飲酒は肝臓をはじめとする臓器に大きな負担をかけるから、やはり酒の飲みすぎが原因だったのかもしれない。これだけ飲めばお酒は関係ありそうね。今はお酒を飲む際におつまみを食べることが当たり前になっている。
なぜなら、空腹時にお酒を飲めばアルコールの吸収が早まるし、タンパク質や亜鉛などが含まれた、おつまみを食べることでアルコールを分解しやすくなるからだ。そういう意味があるの。ところが謙信は魚やおつまみをほとんど食べず、梅干しや塩を当てに酒を飲んでいた。アルコールの過剰摂取だけでなく、塩分の取りすぎも命を縮める結果となったんだろう。謙信がもう少しお酒を控えていたなら、歴史は大きく変わったかもしれない。そうかもしれないわね。でも謙信からお酒を抜いたら、それはきっと謙信ではなくなっちゃうかもね。さて今回は、戦国の酒豪を紹介したぜ。話を聞いてどう思った？現代にも酒豪も酒癖の悪い人もいるけど、酒は飲んでも飲まれるな。この言葉が、いかに大事かが分かったような気がするわ。そうだな、酔って物をなくしたり知らないところで寝ちゃったりするのも問題だけど、この時代は酔って切腹を命じちゃうくらいだから本当に恐ろしいよな。ただ、外交にも使われていたように飲み方や利用法をしっかり見極められたら、お酒っていろんな場面で役立つコミュニケーションツールになるでしょうね。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。